すごい暑くなってきた。ご飯って作ってます。ポテトと、あれですね、かぼちゃのミックススープですね。クリームスープにしようと思って今、コトコトしてます。かぼちゃの前に、まずポテトをちゃんと煮ればよかったけど、かぼちゃだけでも美味しそうだなと思って、かぼちゃのだけでやろうと思ったけど、やっぱりちょっとお水入れすぎたので、とろみがね、欲しいから、ポテトまた入れました。大丈夫かな、こっちはね、ニンニク。我が家の ちっちゃいニンニクですよ。もう、カスみたいなやつを冷凍してます。殻付きのまま冷凍します。殻付きって、この状態で。これね、自然とポロポロってね、皮むけるからね、全然苦労しないよ。去年のです。香りは、全く、問題ないです。いい香りです。このぐらいでいいの。たくさん入れる人もいるけど、ニンニクを食べるわけじゃなくて、香りが欲しいから。いい匂いがふわーっとしてきました。じゃがいものソテーをこれで作ります。ダメなところ全部弾いたの。こんなに傷んでたから。あれ？このじゃがいも何？あ、そうだ。やっぱりゴミでした。よし。さあ、これ。これがよく香りが出たら、このニンニクオイルで炒めて、塩、コショウで、まあ、バジル塩にしようかな。バジルの塩がいっぱいあるから。おととしのバジル塩。香りはちゃんと閉じ込められてますよ。塩って。これ、バジル塩。これです。実は、ヘマして、瓶を1個割っての半分になっちゃいました。瓶と一緒にこぼれちゃった。よいしょ。これがバジル塩です。色ちょっと悪いと思うけど、全然平気よ。粗塩と一緒にバジル、ビーってやったの。フードプロセッサーでやったの。濃厚な匂いです。食欲は増すよね。でももう畑にはね、生のバジルができてるの。だからね、そっちはそっちに食べたいの。これはもったいないから、軸も入れたんです。軸の香りもいいんですよ。食べられるとかみんな使う。バジルの軸をね、オリーブオイルにつけておいたり、こうやって粉砕しちゃえば全然平気ですよ。食べられますよ。硬いのはダメですよ。柔らかいとこだけね。さあ、もうちょっとかな。こんがりしてくれるといいんだけど。ほら、ふつ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 言ってんでしょ。これが一番大事なんです。ここで粘るんです。粘ると香りが良くなるんです。オイルの。パスタもみんなそうです。イカスミのパスタの時もそう。じっくり、じっくり。もちろん国産のニンニクでなきゃダメですよ。全然香りも違うしね。なんでだろうね。全農薬やってあるし、農薬漬けだよ。海外、特に中国から来るのは。アメリカから来るアメリカンチェリーなんかも全農薬って言って、ポストハーベストって言うんです。プシューって農薬殺虫剤して、それからコンテナに入れるんですよ。外来種の虫がこっちへ来ないためだとかなんとかって言うんですけど、まあ皮は食べられないね。本当に怖い怖い。日本のさくらんぼだけですよ、皮食べていいのは。私はアメリカンチェリーはここのとこも何年も食べたことない。アメリカンチェリーがすごい安かったけど、最近はさくらんぼ、日本のさくらんぼと同じくらい高くなったって言ってたね。なんかニースで。ああ、いい感じです。もう少し、ちょっと早くしちゃおう。
夫が帰ってきました。もう 12時になっちゃったの。ビデオの片付けしてたの。ビデオの とうとうね、あのハードディスクのじゃない、外付け、あの外付け、ディスク、あれがね壊れちゃったみたいで動かないんですよ。時々誤作動して、今デジタルカルメがついてますとかって出てくるの、表示が。アッサのせいなのか、うん、まだ 2,3 年しか使ってないと思うんだけど、3年は使ったか、いや4年は使ったかでも中に 入ってるからさ、情報がせっかく録画してるからなんとかしたいな。もしかしたら、あ、いい感じになってきました。こんな感じですね。少しこんがりした方がいい、私は好きです。生っぽさっていうの、オールの生っぽさがね抜けて、なんて取れて香ばしい感じの、ね、オイルになるんですよ。香りが違ってくるから。その話はね、イタリア人のねすごいハンプサムな人がね、もう何十年も前ですけど、20年前ぐらい前かな、キューピー3分クッキングにね、あのイタリア人の、ね、男の人が、ハンサムな人がね出てました。でね、イカスミのスパゲッティとかね作ってくれてたの。すごい分かりやすくて、ポイントはここでゆっくり炒めて香りが立つまで置くんだよって言ってた。その通りに私ずっとしてるの。その人さ、ちょっとさ、ジオーラムさんかなんかにさ、駆逐されちゃったのかしら。せっかくね、NHK、あの、3分クッキングでね、あの、やってて、すごい優しくて、日本語もちゃんと喋れてて、すごい良かったのに、いなくなっちゃった。ジオーラムさんは嫌い。なんだか、キスだったらしくて。本当に料理うまいかな。わかんないよ、なんか。と思っちゃったりして。その人はね、そんな感じじゃなかったよ。真面目な感じのハンサム。とにかくハンサム。優しい感じだった。今その人どうしてるかしら。キューピーに3分クッキングで、イカスミパスタを作ってくれたんです。あ、違う。リゾットだ。イカスミでリゾット。生のね、イカスミですよ。イカの墨をこう、生のイカの墨を出して、お水で溶いて、それを入れるの。それが美味しかった。やってみたら、私の、リゾットも、あの、イカスミパスタも、みんなそのレシピになっています。頭の中に入ってるだけ。大体わかる。はい、焦げてした。これでいいわ。うわぁ、ぶらぶらぶら。私は焦がしちゃうけど、嫌だったら焦がさないといいよ。ここで油を回すの、最初に。よし、これで熱伝導率が良くなって、あの、早くできます。はい、あ、これで OK よ。これで蓋をします。蒸し焼きです。まあ半分オーブンみたいな感じですよね。暑いし、暑い。あ、こっちの方もいい感じだわ。じゃがいもはね、新じゃがだからね、早く茹でるし、これはね、このまま冷まして、フードプロセッサーにします。そしてバジルシーは後から入れるの。今入れてもまあ同じだけど、まあやめとこう。よいしょ。これだけお塩にしとくとね、もう傷まない。ただ生の葉っぱだから、ちょっと冷蔵庫に入れとく、うん、よいしょ。大変だわ。よいしょ。ナルトをね、いっぱいかけちゃったの。残りご飯ができたら、あれですよ、チャーハン作ろうと思って。南京亭のね、前のマスターが
作ってたね、真っ黒なね、お焦げチャーハン、黒チャーハンを作ります。今度。そのうちね。さあ、あとは冷麺茹でるためのお湯を沸かして、こっちの、こっちが終わるから、冷麺茹でます。ごまだれ、でも、もみ打ち、うん。冷凍してあったの。解凍した。うん、卵焼きの残りでも入れて、そうね、もやしもないけど、うん、きゅうり取ってくればいいんだわ、はたこから。あとはみょうがの酢漬けが、お酢にしたみょうががあるから、みょうがのお酢にしたのがここにあるの。この間ね、みょうがみんなで山分けしたんだよね。山分けってたって、ほとんどうちのなんですけど。これです、これを食べよう。便利酒っていうね、お酢をかけたね、だけ便利でしょ。これだ、この酢もそのまま使えるからね、調味酢としてお酢も使うんです。飲んじゃったり食べちゃったりしちゃうの。これはね、これです、便利酢、便利ですだ、便利です。時はこれがね、とってもいいです。1個600円ぐらいだったかな、どっかに売ってんのかな。これは取り寄せたの、お中元のね、お中元にこれが欲しいってね、弟に言った。あとはあの なんとか仕込みのね、お醤油、うん、今年はね、その弟からのなんかお菓子かなんかの、あの、あれで、お味噌と、お醤油頼んだの。さあ、ご飯にしなきゃいけないわ。うん、いい感じだね。頑張りましょう。